ラルフ・ラング・ニックは、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州、バックナング出身の元サッカー選手、実業家、現サッカー指導者、マンチェスター・ユナイテッド FC 暫定監督、VFB ・シュトゥットガルトに在籍するも、プロにはなれなかった。アマチュアのクラブでプレーし、選手権監督を務めることもあった。1996から97シーズンには、 SSV ウルム1846を2部に昇格させ、VFB シュトゥットガルトの監督に抜擢された。1999から2000シーズンのドイツカップ、準優勝、UEFA カップベスト16など結果を残した。シャルケレイ4監督時代2001年に、ハノーファー96の監督に就任すると一部昇格を果たした。 2004から05シーズン途中に就任したシャルケ・レイオンでは、就任1年目からリーグ戦2位の成績を残した。しかし、当時のゼネラルマネージャー、ルディア・サウアーとの確執が囁ささかれ、2005から06シーズン終了時の退任を決断していたが、辞任する前の2005年12月12日に、解任された。 オフフェンハイム監督時代2006年夏、ディートマーホップオーナーの招きでドリッテリーガにいた TSG1899 ホッフェンハイムの監督に就任し、わずか2年でブンデスリーガに昇格させた。その後もチームの躍進に貢献するも2011年1月2日、クラブがラングニックの同意なしに主力選手であったルイス・グスタボー。 バイエルンミュンヘンへ売却したことで、首脳陣と衝突、ホッフェンハイムの監督を辞任すると発表した。同年3月17日、ブンデスリーガでの成績不振により解任された、フェリックス・マガトに代わって、シャルケ・レヨンの監督に復帰することが発表されたが、同年9月22日に、バーンアウトに陥り、健康上の理由で辞任した。 2012年7月、エナジードリンク、レッドブルなどの販売を手掛けるレッドブルグループが運営する2つのクラブ、レッドブルザルツブルクと RB ライプツヒの統括スポーツディレクターに就任し、シナなアクとして両クラブのために戦術書を作って配り、タレントに投資してさらに高く売るという独自の移籍戦略を推し進めた。その戦術の中に、 ボールダッシュから8秒以内にシュートに持ち込まなければならないという8秒ルールがある。このラングニック学校とも言うべきクラブからロガーシュミットやアレクサンダー・ツオルニガー、ペーター・ツイドラーという監督を輩出した。2015から16シーズンを前にレッドブル、ザルツブルクの仕事を公認に託し、2015年当時ドイツ2部にあった RB ・ライプツヒの スポーツディレクターとしての仕事に専念しようとしたが、人事において、新監督昌平に失敗したため、兼任のまま自ら RB ライプツヒの監督に就任し、現場に復帰した。監督として迎えた2015から16シーズンは、序盤から主位争いを繰り広げ、最終的に SC フライブルクに優勝こそ譲ったものの、2016年5月8日の、 第33節、カールスルーエースシーセンに勝利し、自動昇格となる2位を確定させ、創設8年目にして、悲願のブンデスリーガ昇格に導いた。シーズン終了後に新監督として、インゴルシュタッド監督であったラルフ・ハーゼンヒュットルの昇兵に成功したことから退任し、スポーツディレクター職に専念することになった。2018から19シーズン。 RB ライプツヒにスポーツディレクター兼任のママサイド、現場に復帰。内定している新監督の着任が2019から20シーズンからのため、それまでの1年間をつなぐ監督を務めると発表。チームはリーグ戦で常に上位をキープし、昨年を上回る3位で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得。国内カップ戦 DFB ポカールでは、 決勝まで進出するなどの好成績を収めた。そして翌シーズンから予定通りウリアン・ナーゲルスマン、監督が就任し、自身はまた本来の裏方業務に戻ったが、スポーツディレクターも同時に退任。2019年7月より、レッドブルグループのサッカー開発部門責任者に移動し、北米、南米方面の強化担当にもついた。2020年7月31日、 レッドブルグループのサッカー開発部門責任者を辞職したことを発表した。今後は監督業復帰の意向と報じられている。2020年末には AC ミラン監督就任も報じられたが、破断に終わり、2021年7月にレッドブルグループでの経験を活かしたクラブ経営への助言、スタッフ、監督、選手への指導を業務内容とする。 コンサルティング会社を設立した。7月6日、コンサルティング会社の初仕事として FC ロコモティフ、モスクワの強化責任者に就任したことが発表された。2021年11月29日、ロコモティフモスクワとの契約を解消し、プレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC の暫定監督就任が発表された。契約期間は2021から2022シーズン。 終了までだが、契約終了後はディレクターに就任することも同時に発表されている。1990年代後半のドイツ国内では、3バックとマンマークディフェンスが主流であったが、当時すでに、ラングニックは近代的なフォーバックとゾーンディフェンスを採用し、革新的な戦術家として注目を集めていた。試合の展開に応じて、システムの修正を行うが、 RB ライプツィヒ時代には2列目の2人をより中央に寄せて配置した4から2から2から 2, から2を使用した8秒以内にボールを奪い10秒以内にゴールへ至るという本人の言葉通りボールを失ったタイミングで激しいプレッシングを仕掛け高い位置で再びボールをダッシュし素早くゴールに迫るという戦術コンセプトを持つ同じドイツ人監督で ハイプレスを用いた、ユルゲンクロップと共に、軽減プレッシングの生みの親とも称され、ラングニック本人は、自身の極端に激しいプレッシング戦術を、エクストリームプレッシングと呼んでいる。2012年にザルツブルクを呼び、ライプツヒの SD に就任して、以降、ラングニックは、自身のプレッシング戦術を、レッドブルスタイルとして確立させ、 戦術書を作成し、参加クラブに浸透させた。ラングニックに指示した指導者の中で、ラングニックの哲学を共有する監督は、ラングニック派と呼ばれる。ロガー・シュミット、オリバー・グラスナー、ユリア・ナー・ゲルスマン、マルコ・ローゼ、アディ・ヒュッターらは、ラングニック派の代表格とされ、ラングニックに指示した後に、ドイツのクラブで監督を務めている。ありがとうございます。